マーケットの凄さっていうのを感じますよね、これって考えると。確かに、モンテネグロの試合を見に来たわけです。でも、まあ、村の人口と、うん、ホームの収容人数がほぼほぼ一緒ぐらいっていう。あ、そんなんだっけ。なるほど、なるほど。うん。やっぱりその、まあ、サッカーって、まあ、さっきその高校からプロに上がった時の難しさみたいなのももちろん話したけど、特にこうドイツの2部でやり始めて、まあ、半シーズン、うん、これ難しかったなとか、うん、なんかそうやって思うことあるかな。経験したことない身体能力。ああ、身体能力なんや。ああ、それはね、モンテネグロもやっぱり身体能力とかってのは感じるやついましたけど、うん、ドイツってなるとこう一気に広がるわけじゃないですか、人種が。うんうん、黒人選手もいれば、うん、まあトルコ系の速い選手とかもいれば、そういったのがすごいいたんで、試合は面白かったんですけど、僕サイドバックでアウェイの時は出ること多かったんで、うん、対峙する選手は結構衝撃でしたね。あー、うん、チームも、チームメイトも、相手チームも、うんうん、スピード、パワー、そうですね。うん、でもアジリティ的な面で言ったらそれほどかな。単純なこう走力って言ったらいいのかな。うん、うん、確かにね。うん、それは結構ちょっとモンテネグロとはどれぐらいレベルが違うかって言ったらちょっと数値化はできない。うん、結構衝撃でした。そのスピードとかパワーに慣れるのが最初難しかったってイメージかな。うん、そうですね、うん、それと対応できないことはないもんね。ん？対応できないってことはないもんね。できないってことはね、慣れちゃえば全然できるんですけど、うん、慣れる前にちょっと時間がかかるっていうことと、うん、あとはもうさっきもちょっと話しましたけど、あのなんていうの、単純なサッカー感の違い、うんうんうん、点を取るとか、うん、奪われないとか、そういうことは、うん、結構最初は苦労しましたね。うん、やっぱりこう練習と、もちろんあのゲームで違うと思うんやけど、うん、うん、ドイツのアマチュアサッカーでもやっぱりこう日本人の選手たちがいて、最初にクロスのすごいそこで、うん、でしょうね。4月、まあ、プレーシーズンで、まあ、練習とテストマッチをやるわけやけど、うん、まあ、テストマッチはほぼほぼプレッシャーない中でやるわけやから、はい、ある程度できるなっていう手応えとかもつかむけど、リーグ戦になってみると全然ダメみたいな。うん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 、戦が始まるともう全然その自分が持てる技術を全く発揮できないみたいな選手がこうすごい多くなるんやけど、うん、それはドイツならではなのかな、それともモンテネグロでもそういうのってあったのか。モンテネグロでもあったとは思うんですけど、うん、ぼかしながらでもモンテネグロは多分なんとかなったんですよね、うん、僕個人は、うんうん、でもドイツに行ったら、まあ、ただそのモンテネグロのリーグ戦のぼかしながらなんとかできてた状態がドイツだったら、そのテストスピールって練習試合の段階だったんで、それで、あ、これぐらいの感じでいけるじゃんと思ったら、普通の公式戦でガンって上がるわけじゃないですか、強度が。そこのギャップは結構ありましたね。不思議よね、不思議というか、まあ当たり前ではあるんかもしらんけど、なんかこう一気に変わるよね。その見方もやっぱりそのリーグ戦のプレッシャーを感じて、いつも通りに例えばパスしてくんないとか、ありますね。なんかプレーがちょっとこう消極的になったりとか、うんうん、判断が遅れたりとかね、すごいリーグ戦だと起こるもんな、それが、うん、あります、あります。全然だって2部リーグでも、うん、1点取られたら一気にガタガタ崩れるとか、うんうん、あったりもしたんで、うん、だからそういう、なんていうのかな、ちょっとどういうふうに言葉に表現したらいいかわからないけど、うん、確かに難しい感覚的な違いはありましたね、うん。まあ、そこで半年、まあ、難しかったこといろいろ経験して、で、まあ、出場機会を求めて、うん、サムのチーム、はい、ザールブルッケンね、当時、はい、サムのザールブルッケンに移籍したわけやけど、はい、まあ、そこでもこうザールブルッケン降格争いとかしてなかなか難しい時期を過ごして、うん、で、うん、まあ、その次のシーズンにまた4部の
ノイストレーニングスっていうチームに、うん、するみたいな、まあこう、うん、キャリア的に見るとこうどんどんリーグが下がっていってみたいな風に見えるわけやけど、うん、例えば今振り返って、うん、当時の自分に言うとしたらというか、もっとこう、うん、ここ反省点だったなとか、もっとこうしとけよって思うようなことってある？反省点？うん、もっと必死でやれよってあでもどういうこと、それ必死じゃなかったって？いやいや、もちろん必死だったんですけど、うん、なんて言うんだろうな、一番反省してるのはもっとこう、周りの人間を信頼して周りの人間とコミュニケーションを取るよってのは思う。今だったら言いたいですね、当時の自分には。ああ、もう自分で必死になったんや。そうそう、だからやっぱりなんだろうな、なんかよ良いいいことではないけど、自分のサッカーの実力が高まれば、うん、うまく回っていくはずっていう風に当時は考えちゃってたんで、うんうん、これはちょっと最近社会人になってから思うことなんですけど、うん、サッカーチームっていう企業なわけじゃないですか、うんうんうん、でサッカー選手って、まあ、一応契約する選手な、契約体系ですけど、うん、サッカー選手個人だけで考えたら個人事業主なわけじゃないですか。うん、で考えると企業と企業の業務提携みたいな考え方も僕できると思ってて、はいはい、だったらチームが求めることをやるのがその業務提携先の仕事じゃないですか、うん、雇用主が求めることを、うん、そういった根本的な構図っていうのを僕はちゃんと理解できてなかったんだろうなってのは思いますけどね。サッカーに置き換えるとじゃあ具体的にどんなことが、うん、だから僕はもうチームがお金を払って助っ人として取ってるわけなんで、うんうん、じゃあなんで僕が欲しかったのか、うん、何を求められて今 ここにサッカーをやってるのかっていうことを、うん、理解せずに、うんうん、そのまま今まで自分がやってきたことをただ単にレベルアップだけさせようとして、うんうん、やってたっていうのはちょっと間違ってたかなと思いますけどね。よりじゃあその行った先のチームとかで、うん、求められてることとかを理解してやってた方が、うん、もう全体として自分のサッカー人生もこ うまくいったんじゃないかっていうイメージ。絶対それは思いますね、うん、まあ、もちろんこ言葉の面ももちろんそうだし、うん、でまあ業務提携ってさっき言葉使いましたけど、チームからしたら業務提携先がいっぱいあるわけだから、横同士のつながりも絶対大事になってくるわけだから、うんうん、自分からそういった周りの人たちを巻き込んで、例えば食事に行ったりとか、うん、何かチームのイベントを企画したりとか、うんうんうん、っていう化学反応を僕は全く考えてなかったんで、うん、各々が各々の仕事をすればサッカーはうまく回っていくみたいな、うん、まあ確かに言葉尻だけ取ったらその通りなんですけど、そこのなんていうのかな、まあ、コミュニケーションって一括りにしちゃったらそれなんですけどね、うん、そういったことをちゃんとなんていうの、組織で働くっていうことをちゃんと理解しなかったんで、そういったことを理解してもっと頑張るよとは思いますけどね。なんかこうあのね、ちょっと今名前は伏せるけど、あるプロサッカー選手と話した時に、うん、まあ、その選手はチームのためにプレーすべきなのか、うんうん、そのためにプレーすべきなのかみたいな話になって、で、うん、まあもちろんその俺が担当してるんで、基本的にアマチュアレベルの選手たち、うん、でアマチュアレベルの選手たちとこう接する中でというか、まあ、自分は指導する立場でもあるから、うんうん、こう接してて、今まで見てきた選手でこういきなりグッて伸びる選手って結構こう、うん、自分のためだけにしかサッカーしてなかったのに、うん、ドイツに来てそのチームのためにサッカーするってことを、うんうんうん、いきなりグッて伸びたりして、うんうんうん、だからやっぱこうチームのために戦えるとかサッカーとかプレーっていうのって大事やなっていう、うん、話をそのプロサッカー選手としてたら、いやでも例えばこの彼がいたチームとかは、うん、いや僕らはもう選手たちは基本的にはもう自分のためにプレーしてますと、うん、自分が自分の役割をやることが結局は最終的にチームのためになっていると、でそういう寄付があるから
だからもう基本的にこう多分チームのためってみんな本当は思ってないけど、でも自分がやってることが結局チームのためになってるって、なんかこう逆なんですよって話もしてて、まあだからどっちが正しいって多分ないんやと思うんだけど、なんかねこうそういう考え方もあるかというか、だからその意識が僕は強すぎたんでしょうねきっと、自分でこうなんていうのかな、自分のことはやっぱりもちろん誰しもがね真面目にすごくやりますし、その能力を高めるだとか練習をするとかっていうのはやるんですけど、試合はやっぱり11人でやるわけであって、で自分の特徴とかは試合に出てるメンバーに知ってもらわなきゃいけない、じゃあそれって試合に常日頃、ね、どんな状態でも使われる選手だったらそこを合わせる時間とか機会、あのチャンスがいくらでもあるけど、じゃあ初めにじゃあどうい始め一番最初にどうやって知ってもらうかってなったらピッチ外で知ってもらうのが一番、ね、時間としては早くなるんで、そういったところでもちゃんと、サッカー以外の面でもね、コミュニケーションを取っとかないと難しかったなとは思いましたね。だから本当に、ね、このさっきの話でこうトップのチームとか選手たちの話で言うと、まあ本当にもしかしたらさっき言ったその形で書いておるかもしれないけど、やっぱりこう言ったようにこうレベルがまあ2部、3部、4部、5部、6部とかについて、やっぱりこうなんていうかな、その備わってる能力だけで、じゃあこの選手の特徴はこうだから、これはこういうパスを出そうとか、じゃあこういうポジショニング取ってサポートしようっていうのをこう汲み取れない選手がやっぱ多くなるから、まあ、やっぱもしかするとこうアマチュアのカテゴリーであればあるほどそういうのって必要なのね。だと思いますけどね。内だけじゃなくて外でもこうコミュニケーション取ってお互いのことを知るっていうか、なんかねそれすごい感じる。バサラでもやっぱり自分一人してる選手多いなっていう、パス一本にしてもめちゃくちゃ足を細いフォワードにめちゃくちゃえげつないロングボール出してこれはそいつは無理よみたいな、分かってればこの選手にはこのボール出してもしょうがないっていうね。まあ、その代わり例えばその選手のヘディング強かったら頭に合わせてあげようとかボールを、そういうね、まあ、チームプレーっていうか、ある程度こうチームとしての哲学がね周りで分かってるんであれば、自分がそこにね入りポンと入った時にこのチームはこうだからとかやりやすい、形があるから分かりやすいと思うんですけど、例えばバルセロナ入ったら細かいパス回すじゃないですか、そういうのはどこのチームでももちろんあるわけではないですし、高橋さんも言ったようにカテゴリーが下がれば、ね、チームメイト その実力的なところも言ったら当然ですけど下がるわけであって、それはじゃあ自分が、ね、仮に上からのカテゴリーから来たのであれば合わせていって、でな合わせるだけじゃなくて生かしてあげれるようにもしてあげるのが最終的には自分に返ってくるんだとは思うんですけどね。なるほどね。ただその部分がもしできるなら昔の自分に言ってやりたいみたいな。そうですね。そしたらもうちょっとドイツ語も上手くなったのになとか思いますけどね。なんかこうじゃあまあタクはまあ俺のねやってることというか活動知ってるから、はい、こうまあバサラに限らずやねんけど、海外にとかで、まあ、特に今回ねドイツに特化しているんであれば、そういうアマチュアの選手たちが日本からドイツにやってきて、で、はい、こうまあね、みんなやっぱこう夢持ってくる選手もいっぱいいるし、その選手たちがこうドイツにのし上がっていくために、いろいろアドバイスみたいなのってある？アドバイスか、自分の結果もとにっていうの全然いいんだけど、自分の経験をもとに、そうだな、まあ、僕自身もドイツで成功したわけではないので何とも言えないんですけどね。ただまあ、さっき言ってることと若干矛盾するかもしれないですけど、なんだろうな、こう自分ドイツ人にできることがベースにあっての日本人だと思うんですよね。
だからまあドイツ人と全く同じフィジカルを身につけろとは言わないんですけど、うん、ある程度そこって多分日本人が苦手な部分じゃないですか、きっとフィジカルとか、うん、スピードパワーとかって。でもそこに対応できるようになりつつ自分の武器っていうのはちゃんと磨き続けないといけないんで、うん、あと自分がどういうプレイヤーなのか、何がこのチームでできるのか、じゃあ自分はどこを努力しないといけないのか、伸ばさないといけないのかっていう自己分析はきちんと、つどつどやった方がいいよっていうのは僕は思いますけどね。うん、自己分析ってやっぱね、すごい難しくて、うん、まあ、特に最近はまあやっぱ携帯とか、アマチュアレベルでもこう試合のビデオ撮ったりしてるチームがすごい増えてきてるけど、うんうんうん、まあ言っても、もちろんプロみたいに、どの試合も変われるわけじゃないし、うん、自分のことをこう客観的に振り返るのってすごい、まあ、そもそも難しい、うんうん、難しいですね。うん、いて、で、例えばビデオを見るだとしても、やっぱりこう自分のことをそれでもこうニュートラルに評価するのってすごい難しくて。うんうんうん、でも本当にそれができたら、まあ、まあ次のステップに行けるというか、じゃあ次何しないといけないのかっていうのがね、分かってくるから、うんうんうん、大事なことではあるけど、うん、まあ、多分そこまで重要視はされてないよね。なんか なんとなくじゃないかもしれないですけど、ドイツもできたらね。でも、うん、自分のことを詳しく知らない選手がやっぱり多いなってのは思いますけどね。うん、まあ高橋さんとかにいる選手っていうのも何人か知ってるし、うんうん、そこでおすげえうめえなとかって思う選手もいるんですけど、さっきも言ったように試合だとそれが活かせない、うん、まあ、そしたら評価もされないし、まあ、言ってしまえば活躍ができない、うん、でそれって多分自分が何ができるかとか、どのポジションでグラウンドのどこでそれが活かされるのかっていうのを多分深く考えてない、うん、それを理解すればもっと活躍できるだろうなって思うことはありますね。うんうんうん、はい、じゃあそういうことで今日は木原拓選手にいろいろお話を聞いていったわけですけど、元選手ね、元選手、元選手にですけど、まあ、本当にね、タグみたいな経験をしてる選手もそんなにいないと思うし、うん、やっぱりね、自分も今話でかなり貴重な話も結構多かったかなっていう印象やったけど、いやいや、こんな対談どうでしょうか。今まであんまなかったと思うけどね。僕も初めてなんでうまく喋ってたかどうか分かんないですけど、まあ何かね、参考にさせてもらえれば幸いです。うん、まあ、これから、ね、チャレンジしたいっていう選手に対してのアドバイスもいろいろあったと思うし、うん、ね、まあ、全てがね、どの選手にも当てはまる話じゃないかもしれないけど、うん、選手によってはこのタクの話が何かのヒントになったりとかきっかけになってくれたら嬉しいなと思います。じゃあ今日は、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あと、どうもです。